モトプ YouTube ということでね、本日土曜日というわけで、今日は実はですね、祭り待ったりょうたくんのお誕生日、イエーイ。まあ厳密に言うと1週間後なんですけれども、ちょっとりょうたくんのお仕事が結構お忙しいということで、ちょっと早めてですね、1週間前にお祝いしちゃうじゃないかっていう超優しいルーメイトたちの話です。はい、というわけで今からサプライズでちょっと楽しめのところに行くんですけれども、さあどこに行くんでしょうか。楽しいね、楽しみだね。はい、ちょっと行ってまいります。今日の意気込みを一言お願いします。以上、放送席からでした。お願いします。お疲れ様です。熱。はい、というわけで行ってみよう。はい、というわけで行ってみよう。はい、というわけで行きたいと思いますけれどもね。はい、はい、さあどこに行くんでしょうか。どうしようか。いいんだよ、だからジャンプしなくて。なんでだ。いつもしないんだから。今日はちょっとしよう。今日はちょっとしてみよう。高まりが隠しきれない。やばい。暑いね。マジで暑いわ。さてさて。全部回ろうね。全部回ろう。懐かしいな、マジで。いや、6年ぶりだと思ってたけど、何年ぶりか。2016年ですから。7年前ですよ。7年前だね。やばいね。あら、ここです。セブンフラッグス。やばい。しょっぱな、はい。何に乗っていくかって、そういう話。そういう話。うん。まあ、しょっぱな、がっつりやばいやつ乗っちゃうか。はい、まあ、ゆっくり、その、ようざこいやつから乗っていくか。ザコイのない。そうだね。そうだね。エルマのゴーゴースケートランドとか。なあ、ファミリー楽しめる。ないんですそんな。いろいろ変わってるんちゃうね。確かに。新しいやつも乗りたいな。シェックスラックス。来ました。お久しぶりです。俺がチケット3枚持ってるから。かっこいい。お前ら笑いついたかよ。かっこいいわ。あー、楽しそうじゃないですか。さあ行きましょう。今回はね、ファストパス別に取ってないので、はい、ベーシックパスでゆるりと行きましょう、はい、実際114ドルなんだけど、今オンラインで買ったので75ドル。イエス、最高。ディスカウントが効いてますね。最高ですね。皆さんオンラインで買ってから来てください。間違いない、間違いないです。 Thank you very much. Thank you. さあ来ました。来ました。いよいよ、イエーイ。もっと声張らない。やってまいりました、シックスブラックス。声張ってます。何本立ってる今日。フラックスはシックスブラックスだ。今日は全部乗れます。りょうたと一緒にここに7年前来たんですよ。はいはい。帰りにね、うん、車の鍵落としたんですよ。そうなの。で、みんなで探してもらったんですよ。どうしようと思ってさ、探したらさ、グレイスがさ、トル I found it! ジェットコースターの前の係員さんが持ってくれた。おお。なんかさ、落としたものって本当見つかんないの、アメリカって、うん、日本と違って完全に済んだと思ったけど、よかったですって、そういう話です。素晴らしい。行きましょうか。さて、タツです。行ってまいります。ようやく感じ取れてね。誰か、え、誰か、あ、本当だ。さて、今もう3時を迎えましたが、まだ1個しか乗れてません。マジでオペレーションです。時間がすごいね。いただいていいですか。うん、いただきます。はい、どうですか。もううまい。あー、よかった。あーざっす。行きましょう。これポテトボタンいくらですか。 5.46。 5.46、 高いね。魔法の水ですか。
一番うまい。世界で一番うまい。一番うまい。ね。続いてバイパーの、なんかしょぼそうだな。ね、あれ今気づいたけど、しょぼくね。バイバイ。回転してる回転してる。あのちっちゃい体で結構頑張ってくれてるらしいわ。頑張ってます。やばい。やばい。ヨダが頑張ってる。いや、しみる。しみる。これ CM 来ます。モンスターいっぱい重量らしいっす。えぐいっす。えぐいっす。マジで知らなかったっす。えぐい。僕が20ドル液体に注ぎました、今日。やばかったっす。むっちゃ鎖骨痛い。ね。お疲れ様でした。空気椅子やばいやんやばいやんこいつ。次これいきます。48インチって4フィートかギリギリやわ。正直そうだね、メイ&ストーだ。はい、お疲れ様でした。まあでも今ねこの明るさで、まあ、もう7時半と、うん、いうことでメインディッシュに行きますか。行きますか。ええ、我々が一番恐れをののいた、恐れをののいた、エクストゥエ行きましょう。はい、というわけでラストエクストゥエ、エクストゥエ来てます。来てますよ。モンストポピュラー、モンストポピュラーです。ただいま待ち時間153分、2時間半、10時閉園いけるんでしょうか。2時間後ってテロップがこの後来るから。大丈夫、我々 YouTuber ですから。はい、行ってまいります。背面から落ちてくっていうね。最高でしたね。やばかったね。やっぱ一番おもろいな。なんか火出てたような途中。おかしいだろ。この背面で行くだけじゃなくてぐるぐる回っちゃうっていうね。ここ、うん、背面じゃないからね。またこうなるからね。もうマジでそれがなんかさ、前に亮太いたはずなのになんか後ろから声聞こえるしみたいな。そうそうそう、すごかったです。女性並みに騒いだ。いや、これおすすめだね。おすすめですね。マジで来てほしい。よかった、帰らなくてよかった、マジで。ありがとうございました。楽しかったです。ちょっと今日、行けるところがちょっと閉まってるところもあったからね。忍者とかまだいろいろあるので、本当はね、もうちょっと楽しめると思うので、みんなも行ってみてね。さあ、じゃあ飯でも食いに行きますか。行きましょう。ありがとう、シックスラグス、楽しかったよ。やってきました。行っちゃいましょう。ヨダさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。まだなんですよ。まあ1週間後ということでね、あの忙しいということなので、ちょっと一日お早めに、今日はもうドカ食いしてくださいということで、ドカ食い可能な限りします。ドカ食いしちゃってください。ありがとうございます。食べてください。いや、ありがとうございます。ついに27ですよ。こんな僕も若いなですね。みんなと出会った時は20歳でした、僕。じゃあ、すげえ時が流れてますね。そうだね。今日連れてきた笹屋は、はい、あの居酒屋なのに結構静かな、はい、ところが私の、いやいや、そんなわけじゃないけど、俺のこうマイフェバレットポイント。あ、なるほど。じゃあ27歳のこの1年、はい、どういう1年にしていこうか。まあ、まず健康であるという。健康大事だね、はい、ありますし、うん、まあ、僕あんま頑張るって言葉好きじゃないんですけど。ほう、好きじゃないんですよ。好きなことやってる時って頑張ってる意識とかないし。なるほどなるほど。まあただ今年はなんかあれですね、勝負の年だなと思います。なるほど、はい、いろんなことがグッと変わる年なのかなと思います。ですね。
まあ、ちょっと一生懸命になろうかな。ちょっとどっちかというとお仕事にちょっと本気になりたいなみたいな。いや、まあ仕事はまあ仕事もそうなんだけど、まあ全てにおいて、全てにおいて、うん、なんか多分今が一番楽しいと思うんで、僕はいろんな仕込みがなんか形になってきそうな感じがするよね。そうだ ね、 そうだね、仕込みがようやく形になりつつあってたり、人が巻き込んで、人がこう協力してくれたりとか、うん、Thank you, Thank you.じゃあ、りょうた、お疲れ様でした。あ、よっしゃ、誕生日おめでとう。お祝いできて嬉しい、俺は。ありがとうございます。ちょっとこのままいただいていいですか。ちょっと、うん、うん、来てる、うまい。なんと大完食ということで、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。おめでとうね。ありがとうございます。ピースアウトしといて。はい、じゃあこのイケメンの誕生日を祝ってくれる方はグッドボタンを、祝いたくてしょうがないって方はサブスクライブをよろしく。えれーな。ピザ。ピザ。